2000X 年、地球学園の太陽くんと空ちゃんたちは地球外学習のために宇宙を冒険していました。これからみんなと一緒に宇宙のさまざまな魅力について学んでいきましょう。今回のテーマは、宇宙で人々は生活することができるのか。さて、今日はどんな授業になるのでしょうか。宇宙で人々は生活することができるのか。ずいぶん遠くまで来たね。そうね、もうだいたい1週間は航行しているからね。こんなに遠くまで来たのは初めてだよ。僕は木星くらいまでしか行ったことなかったから。木星ってあの有名な大赤斑があるところね。そうそう、あそこは本当におすすめ。なるほど、太陽くんは木星まで行ったことがあるんだね。木星は地球から最も近づいた時でも約6億キロメートルにある惑星で、地球がすっぽり入るほどの嵐は圧巻だよね。ここでみんなに質問です。皆さんはどのくらい遠くまで旅行に行ったことがありますか？グループでその場所とそこから今いるところまでの距離も話し合ってみましょう。それでは話し合いタイムスタート。話し合えましたか？ところで2021年までで人類史上最も遠くまで行ったことがあるのは誰でしょうか？誰だろう。わかった。地球は青かったって言った人。残念。正解はアメリカのジム・ラベルという人だよ。どんな人だろう。ジム・ラベルはアポロ13号に乗って地球から38万キロメートルもある月の裏側まで行ったんだ。これは地球一周が約4万キロメートルだから、およそ地球10周分の距離を旅したんだね。そんなに遠くまで行ったことがあったんだ。さっきソラちゃんが言っていた地球は青かったという言葉で日本では知られている1961年に世界で初めて有人宇宙飛行に成功した旧ソビエト連邦のユーリー・ガガーリンだね。あとは人類にとって偉大な一歩だという言葉を残し、1969年に人類で初めて月に降り立ったアメリカのニール・アームストロングと答えた人もいるんじゃないかな。ちなみに2021年に宇宙飛行士ではない民間人が月周回旅行に行く計画を発表したり、2050年までに火星に100万人を運ぶと宣言しているロケットの会社もあるんだ。へえ、宇宙っていうものがだいぶ身近になってきたんだね。 That's right。 このように民間で宇宙に行く計画がいろいろ出てきているわけですが、皆さんだったらどこの星に行ってみたいですか？そしてそこで何をしてみたいですか？僕は重力が弱い月でドッジボールしてみたいな。火星で青い夕焼けが見たいな。こんな感じでみんなも星について調べてほしいです。よろしくお願いしまーす。さーて、じゃあ考えようかな。話し合えましたか？では
そこに本当に行こうと思ったら何が必要でしょうか。次は皆さんが行きたい星へ行くために必要なことをまた話し合ってください。話し合えましたか？太陽くんとそらちゃんは何が必要だと考えましたか？何はともあれ、地球から出るための宇宙船が必要だよね。私たちもロケットに乗って地球から飛び立ったもんね。そして星を見つけたらそこに着陸する手段が必要ね。うまく着陸しないと宇宙船が壊れちゃうしね。さらに忘れちゃいけないのが食べ物だよね。お腹が減ったら何もできないもん。そうだね。地球から持っていった分はすぐなくなってしまうから、その星で食べ物を確保する方法も考えないといけないね。そこで生活するためには家も作らないといけないよね。いいね、いいね。今言ってくれたように、宇宙に行ってそこで生きていくにはいろいろなことを考えなければなりません。そこで今回はそれを一緒に考えていきましょう。おお、これでみんなも宇宙に夢中だ。